はい、今回はですね、DTM 関連の新製品を紹介するスリープリークスの新製品紹介、こちらの4月分をお届けしていきたいと思います。また今回はですね、こちらゲストにですね、弁護士でありながら作曲家でもいらっしゃる高木宏典先生にお越しいただいています。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。これまでたくさんの作品リリースされているんですけど、今回はこちら音楽クリエイターと動画クリエイターに向けた権利とルールについて解説された書籍を出版されたということで、はい、実はこちら第2版ということですね。はい、で第1版の時、実は弊社動画にご出演いただいて音楽クリエイター向けの著作権の話とかをしていただいた感じでしたね。はい、しました。で実は今回の企画、はい、高木先生が実はスポンサーになってくださいまして、はい、ありがとうございます。はい、またスポンサーだけじゃなくてですね、こうやってご出演いただいて新製品のご紹介もいただけるということで、はい、させていただこうと思ってます。もうすごい楽しみにしてます。はい、よろしくお願いいたします。ではまず新製品紹介第1弾、こちらはですね、今回実はスポンサーになっていただいている音の箱株式会社様のマイクディスプレイスタンド MD113 という商品になります。このスタンドの部分、そうですね、はい、実はこのマイクを立てて飾れるっていうもので今までありそうでなかったっていう感じの製品ですよね。はい、どうしてなかったんだろうっていう感じは確かにしますね。ご自宅で歌のレコーディングとかギターのレコーディングされる場合、はい、結構マイク使われる方多いと思うんですけど、はい、先生はどうですか、マイク使われますか？そうですね、僕も予算のないような案件の場合はもう自宅で撮っちゃおうっていうようなことはあったりしますね。マイクって結構やっぱ保管されるときに寝かせておくじゃないですか。そうですね、飾っておけるって嬉しくなりますね。はい、お気に入りの1本とか持ってる方にとっては、まあ、見せたくなる気持ちってありますよね。ありますよね、はい、飾っておきたいですよね。そうですね、そういう方に適した製品というか、うん、見た目もつるんとしたというか丸くてこれだけが目立つわけではなく、しっかりとマイクを目立たせてくれるというか、はい、重量感も結構ありますもんね。そうですね、はい、安定してますね。はい、ケースに保管する時だけじゃなくて手の届く位置に置いとけばこう、うん、マイクの付け替えとかも、まあ、楽だし、ね、ということもありますので、はい、この製品気になった方はぜひチェックしてみていただければと思います。なお価格についてなんですけれども、定価はですね1万1000円ということなんですけれども、今回発売記念ということで数量限定で送料無料の9900円で提供していただけるということになっています。製品が気になった方は概要欄の方にですねリンクの方貼っておりますので、ぜひチェックしてみてください。はい、次の製品なんですけれども、プラグインでミックスウィンキーというメーカーさんのヒューマンという、実はこれ新製品ではなくて昨年の暮れぐらいにこうリリースされた製品なんですけど、やっぱ打ち込みだと固くい演奏になっちゃうじゃないですか、ベタ打ちとかだと、はいはい、そのタイミングをこう揺らしてくれるという、さらに画期的なのはミリだけじゃなくてオーディオですね、こちらに手を加えてくれるっていうのが面白くて、新製品ではないけれども今回ご紹介していきたいかなと。オーディオのヒューマナイズってできるんですね。いやで僕もびっくりして、そうですね、はい、サウンドの方を聞いていただくんですけど、オーディオ版のこのヒューマンというプラグインを使っていて、各トラックにですねこのヒューマンを指しています。例えばドラムとかベースとかいろんなトラックリエそれぞれにプリセットがあるんですよ。そしてこの真ん中のノブ、まあ、どのぐらいそのランダマイズヒューマナイズを入れるのかっていう設定をできるんですけど、これ1個どっかのプラグインやると全部連動するんですよね。まあ、例えばドラム聴きながらドラムをちょっとルーズにしたいなって上げていくと、それに合わせてベースとかピアノとか他のトラックも連動するようになっているので、あ、じゃあ便利ですね、うん、かなり使いやすいと思いますね。はい、かけてない状態とかけた状態で聞き比べてみましょうか。設定はルーズ&ファンキー、まあ結構真ん中よりもちょっと上ぐらいの設定で聞いてみます。はい、で最初かかってない状態って感じですね。なんかこう揺れをちょっと感じますね。そうですね、実際にどのぐらい揺れてるかっていうのは実はこのメーター流してる時に目視で確認できるっていうところがあるので、うん、数値的に大きいから下げとこうとかっていう判断もできるかなと。音特に劣化を感じないですね。ですよね、はい、タイミングの揺れはあるけど、その普通オーディオって引き伸ばしたりすると、はいはい、ちょっと音悪くなったりするんですけど、あんま感じなかったですよね。インターフェース的にもシンプルで分かりやすいですね、はい、うん、そうですよね、はい、ベタ打ちした後にかけて、あ、いい感じでこれでいいかなっていう時短ツールとしても使えるかもしれないですよね。そうですね、はい、気になった方はぜひチェックしてみていただければと思います。
では続いての製品はですね、高木先生にご紹介いただけるシンセオーディオ、こちらのクロマという製品をご紹介していただきたいと思います。はい、いわゆるカラーベースと言われるような音楽ジャンルの独特のサウンドをかなり簡単に作ることができると。まずクロマをなしの方で流しますね。こういうバブルベース、これにクロマを挿しますと、はい、どの音を付加するかみたいな感じで、例えば、はい、指定した音が付加されるような形になるんですよ。はい、でこれだけだとやっぱり曲全体としては具合がちょっと良くないので、キーセレクトの方で、これ Aマイナーの曲なので A のマイナーという形で、キーが指定できるんですね、はい、スケールが、そうですね、はい、指定すれば A マイナーのスケールの音が付加されるという形になります。はい、元ある音に対して、まあ、特定の音を強調するみたいなイメージですかね。そうですね、はい、そういうイメージですね。このコード感みたいなのがベースの音にかかってるっていうか、そうです、はい、なのでこれ試しに A シャープにしてみると全然こうなってしまうんですよね。曲のキーに合わないから普通にずれちゃう。そういうことですね。面白いですね、はい、面白いですね、はい、かつどの周波数帯にかけるかっていうところも選択できまして、フィルターみたいな感じですかね。そうですね、クロマがかかるところのフィルターですかね。あ、なるほど。ワブルベースがやっぱり一番いいんですけれども、はい、上物にかけても面白い効果が得られたので、はい、それもちょっと用意しました。なんていうか芳醇なサウンドになるっていうか。そうですね、はい、厚みは出ますよね、まず。そうですね、はい、きらびやかになるというか、結構癖の強い音なので、カラーベース向けみたいなところはちょっと感じるかもしれないですけど、 でもポップスとかでも使えそうですね。このカラーの部分でどのくらいかけるかっていうところを調整できますので、はい、調整していただければ割とポップスでもいけるんじゃないかなと思います。例えばまあコード系のシンセの層とかがもうちょっとキラキラさせたいなって使ったりとかもできそうですよね。はい、でちょっとこんな感じになるよっていうのを最後に、はい、これ全体的に今使われてるって感じですか。そうですね、あ、はい、面白いですね、はい、かなり操作性がシンプルで使いやすそうだったので、はい、そうですね、はい、まあ、カラーベースちょっと作ってみたいとか、まあ、こういうサウンド欲しいって方はですね、ぜひまあチェックしてみていただきたいなと思います。はい、続いての製品なんですけど、こちらルナシーというメーカーさんのビームという製品、実はこちらもスポンサーの製品となっていまして、 YouTube とかでもですねこの製品紹介している動画多かったので、はい、まあ、ご存知の方もいるんじゃないかなと思うんですけれども、幻想的なサウンドがもうパパッと作れてしまうみたいな。あ、いいですね、はい、こちらも面白い製品になっています。はい、ここではですねピアノのトラックだったりグロッケン、ギターとか結構多くの場面でこのビームを適用しているって感じ でまず最初にサウンドの方を聞いていただきたいので、まずドライの状態とかけた後の状態比べてみましょうか。幻想的な文字通り、はいはい、っていう感じですよね。はい、インターフェースも独特っていうか、これもまた幻想的ですね。幻想的ですね。はい、実はこの製品別途のうちの方でですね、記事の方、はい、使い方についてご紹介させていただいてるんですけれども、真ん中に見えるのはこのストリームって言ってこの音の流れで、その間中にこう自由にエフェクトを追加できるみたいな、これだけだと単純な1信号に対して2個のエフェクトが直列で入ってるような感じなんですけれども、はい、特徴的な分岐できるんですよね、信号の回路を。このようにですね、スタートポイントとエンドポイントをドラッグでつないでいくと、この区間が分岐して、まあ、並列でエフェクトをかけれるみたいな。あ、もうなんかギターのエフェクトみたいな、もう本当そうですね、そういうイメージですね。はい、セッティングにもよるんですけど、だいたいこう6から7系統ぐらい広げていけるんで、かなり複雑なエフェクトをかけれて、この回路の中に3種類のエフェクトが用意されていて、面白いなと思ったら、そのリバーブのサウンドがまあ幻想的ですごい使いやすいなと思ったのと、あとグレインってグラニュラー系のエフェクトですね、音をこう切り刻んでちりばめられるっていう、はい、そこがすごい面白くて、まあ、設定こう変えていったりするとちゃんと絵がですね、ちょっと見にくいかもしれないですけど、
グラフィックにも現れてくるんですね。そうなんですよね。かなり直感的に状態が把握できるっていう、まあ、サウンドもすごいいいんですけどね。ちょっとこう眠気を誘うような感じですね。そうですね、はい、そういうサウンドはすごい得意かなと。エフェクトも自由にこう移動もできますし、中の設定もかなりこう面白く、例えばリバーブだったらさまざまなプリセットがまあ読み込めたりとか、個別でっていう感じで。もともとプリセットも充実してる感じですかね。そうですね、トータルのプリセットはこっちにあるんですけど、ボーカル用、サウンドデザイン用とか、まあ、いろんな用途で使う用のプリセットがいっぱいあって、ちょっと聞いてみましょうか。いくつかサウンドの傾向的にはやっぱさっきおっしゃっていただいたように幻想的なふわーっと広がりを持つような音が多いので、まあ、用途としては結構限定的になるかなと思うんですけども、例えば劇伴とかやられてる方でもこういうサウンド欲しいっていう方も結構、はい、そうですね、場面多いと思いますね、はい、あと、まあ、ポップスでも飛び道具的には使えますね。そうですね、イントロとかブレイクの落ち着くところとかも合いそうですね、はい、こういう特徴的なサウンドがまあ簡単に作れてプリセットも充実してるし面白いかなと思いますね。はい、面白いです、はい。で今のところこのさっきお伝えしたこのエフェクト3種類とお伝えしたんだけど、今後はアップデートでまあどんどん追加されるってことなので、増えていく、もっともっとさまざまなタイプのサウンドを作ることができるようになるんじゃないのかなと、まあ、ぜひこちらも解説記事を合わせてですねチェックしてみていただければと思います。はい、続いてご紹介するプラグインはですね、ソニブルというメーカーのピュアアンマスクという、ソニブルさんはスマート EQ とかスマートシリーズのエフェクターが結構手軽に AI が入っていて定評のあるメーカーさんですけど、これもですね AI によるスペクトル分析を行ってマスキング処理ですね、音の被りを自動的に複数のトラックでやってくれるみたいな。あ、はい、低音あたりはちょっと気になりますね。そうですよね、もうコツキとかも抑えれますし使いどころ結構あるかなと。まず何もかけてない状態とアンマスクかけた状態聞いてみましょうか。低音のモコモコとかが、そうですね、はい、まさに低音の部分がスッキリする感じですね、はい、スッキリするって感じですかね。で今弾いていただいたのっていうのは桶全体に対してマスクを適用してボーカルを見てマスキングしてくださいという処理をしたんですね。サイドチェーンでこのプラグに入れていくんですけども、そのトラックは何ですかっていうのをここで選択する、はい、今回だったらボーカルだったんでボーカルって選んで、あとは読み込ませて再生するだけって感じですね。あとそのマスキングの処理量はここでもうこのワンノブで全部済むので、今日結構ワンノブ系多いですね。多いですね、はい、助かりますね。本当便利系プラグイン増えてますよ ね、 そうですね。細かい設定もできまして、はい、レゾリューション、まあ、解像度ですね、細かく処理をするのか、まあ、これスペクトラム実験で EQ 的な処理だと思うんですけども、その細かさを決めれますし、あとスピード反応の速さですね、僕らがドンって入ってきた時にすぐこう反応するのか、やっぱまあ早く動かすと不自然かなって時は曲によってはゆったりこう抑えていくみたいな。レンジは幅ですね、まあ、低調低域とか超高域はちょっと残しておいて真ん中だけ開けるとかもできますので、シンプルながら細かいところまでですね、そういうことですね、はい、曲に合わせてこう追い込めるので使いどころは多いかな。結構マスキングってあります、曲の中で。やっぱり気にはなりますね。ですよね。しかも結構地道な作業じゃないですか。そうですね、はい、手間に感じる場合も多いと思うので、はい、そういったことがすぐできますと、はい、いう製品の紹介でした。続いての新製品はアイゾトープさんのトラッシュという、まあ、歪み系プラグイン。完全新製品ではなくて一応過去にもバージョンがあって、まあ、今回3段目ですかね。そうですね、はい、僕も前のやつ使ってましたね。あ、結構やっぱ持ってる方も多いですよね。そうですね、今回どんな風に進化したのかっていうところなんですけれども、この中央の画面見ていただくとこの4箇所に歪みが設定されていて、それぞれをモーフィングできるんですよね、うん、ABCD のどこの歪み方を細かくですね動かしていけるみたいな、はい、ところが面白いところで、ちょっとサウンド聞いてみましょうか。まずいくつかプリセットベースで、はい、適用してみたので、こんなシンセポートにできたりとか、はい、これもですね緻密に歪みのコントロールができるので、どうしても歪みってかける量ぐらいの設定だと結構破綻するというか思った通りにならないことが多いと思うんですけれども、はい、かなり細かく制御できて、あと面白いのはそのさっきのモーフィングですね。モーフィングに対してモジュレーションかけれるんですよね。エンベロープで動かしたりとか、歪み方が音を鳴らしてから徐々にこう変わっていくとかってこともできるので、操作は結構複雑かな。制御は大変ですけど、プリセットベースで少し触ってみた感じだと意味というか、そ
それをやることの面白さっていうのを感じ取ることができたので、まあ、ちょっと慣れが必要ですが面白いかなっていう、ちょっといくつかトラック聞いてみましょうか。はい、元のトラックにない成分を加えるみたいなこともできますしね、使い方はかなり幅があるんじゃないのかな。そうですね、単にディストーションのプラグインっていうわけでもないですね、はい、そうですね、はい、動かせるっていうのは結構幅を広げることになるのかなっていう、割とシンセのエフェクト的な、そうですね、イメージですかね、はい、であと面白かったのが、もうすごいこれは実用的かなと思ったのが、サブベースに対してですね、サブベースエンハンスって低音補強できたりするんですよね。へえ。結構この用途で歪み使う方って多いじゃないですか。そうですね、はい、しかもコントロール細かくできるので、ちょっと迷い出すぎたかなって、シンセだとどうしてもフィルターで閉じるぐらいしかないと思うんですけど、はい、その歪ませ方をコントロールすればどの倍音を出すかみたいなところも細かく触れるので、面白いプラグインになるんじゃないかな。あと一番これのプラグインの特徴は、これ有料版の製品版なんですけれども、はい、別途無料版でも機能制限はちょっとあるんですけど、例えば周波数の分割ができなかったりとか、歪み以外にももう一個機能があって、コンプレッションリバーブだとか、あとコンプレッションってリバーブだけじゃなくていろんなサウンドの加工に使うじゃないですか、まあ、そういったエフェクターも追加されてるんですけど、そこはちょっと無料版だとないんですけれども、はい、無料版でも結構歪みの部分はモーフィングのところはできるってことですね、はい、なんでぜひこちらもですね、気になった方、はい、触ってみていただきたいなと、そうですね、はい、思います、はい、次にご紹介する製品がブルームという、こちら実際ちょっと僕は今回使ってみて実用的に感じたプラグインというところで、何かというと分類的にはトーンシェーパープラグイン、音のこう質感を変えるというとちょっとざっくりしすぎてるんですけど、まあ EQ みたいなもんですかね。ただ EQ と違うところは、単純に特定のバンドの音量を下げるとかではなくて、はい、こちらも AI 的な技術が使われていて、トーンを分析して、まあ、例えば低音を下げたいというと、その元のサウンドの特徴を残した状態で低音が破綻することなく下げれるみたいな。これちょっと難しいですね。今マスタートラックにかけていて、このアマウント上げていくとどんどん音変わってくるので、変化っていうのを聞いていただきます。今設定はそんな大きく動かしてないですよ、マスターなので、まあ、ちょっとだけこうローの辺を持ち上げたいなっていうのを持ち上げて、ハイミッドがこれ MS 処理もできて、今だとサイドバンドちょっとうるさいかなっていうので抑えて、まあ、ボーカルのミッドだけ上げてるみたいな、はい、感じの処理、ハイは逆でハートの音とかサイド感の音を持ち上げてるって感じで、はい、それをどのぐらい適応させるのかってアマウント上げていくってスタートですね。その最初の設定はプリセットみたいなものがあるんですかね、はい、いっぱい、はい、入ってますね。マスターバス用のいくつか聞いてみましょうか。わかりやすく EDM マスターとか結構変わりそうなんで、あ、いいですね。特徴的なのは周波数のこの出方が変わっても音の形というか、うん、そのサウンドのイメージはあんまり崩さない。うん、確かにそうですね。EQだと結構ガッと上げるとなんか壊れたりするじゃないですか、はい、そこは結構最大限抑制されるというかね、はい、すごく使いやすいプラグインかなって感じはしますね。アマウント上げていくと途中からはですね、スクワッシュっていうコンプレッションがきつくなるんですかね、あのリダクションのメーターも出てくるので、音をこう潰してパンチを増してるのかなっていう感じがしますね。最終の調整用というような感じですね、はい、なんですが、はい、実は各トラックのプリセットもいっぱい入ってます。スペース用とか、例えば音を大胆に変えたい時とかって、やっぱ EQ だとちょっと音のイメージ変わんないかなとかっていう時も結構がっつりボッと低音を抑えたりしてかけても、言葉にするの難しいですよ。いい感じで、いわゆるいい感じで使える音のままイメージに沿った調整ができるってところが面白かったなって感じしますね。いい感じにしてくれるということですね。そうなんですよ。何やってるかは具体的にはわからないっていうところですかね。ただ一応リダクション値とか、あとここの真ん中のメーター見ていただくと、まあ、上げてるところはこう白く動的に動いてますよね、こう波が、ね、はい、ダイナミック EQ 的なものがこの中で働いてるのかなとかって感じですかね。非常に音がナチュラルで処理ができるのでいいかなと。こちらもぜひ気になる方は試してみていただければなと思います。そうですね。
こちらもミックス関連の製品なんですけれども、はい、IK マルチメディア社のアークスタジオスピーカーキャリブレーションができるという製品で、先日うちでも動画出してるんですけれども、この製品も新製品になるので、ぜひそちらのコンテンツの方もですねチェックしていただければと思います。はい、続いて、はい、いよいよですね、高木先生の本について解説いただきたいんですけれども、はいはい、こちらですね、音楽クリエイターさん、動画クリエイターさんに向けてできる限り分かりやすく、はい、楽しく読めるように書きました。弁護士で作曲家の高木博則が優しく教える音楽動画クリエイターの権利とルールという本になります。スリープリックスの金谷さんの方からも帯のありがたいコメントを頂戴しています。いいこと書いてますね。そうなんですよ、はい、ちょっとチェックしていただければと思いますんで、以前こちらの方は第1版の方、そうですね、はい、まあ、うちの動画でもご出演いただいてご紹介いただいたと思うんですけれども、はい、その第2版になりますね、はい、今回何か変わった点っていうのは、第2版で60ページぐらいは増やしてまして、内容としてやっぱりクリエイターさん個人が YouTube で活躍どんどんしていく時代になっていますので、はい、そういう場合に著作権使用料をどうやったら得ることができるのかっていうことだったり、はい、または企業案件などが入ってきた場合にその時の契約をどうするか、あと最近何かと話題の AI での楽曲制作についての問題点だったりとか、はい、かなり僕自身も個人的に気になるトピックがいっぱいあるなと思うんですけど、お一人で曲作られてる方とか結構何もルール知らないでポンとネットに上げて問題になったりすることもありますもんね。そうですね、はい、ちょっとやっぱり著作権法の部分だったり、うん、また音楽ビジネスの独特の召喚集だったりっていうところがあるので、うん、はい、本当に最低限のところではあるんですけれども、はい、読んでいただければと思います、はい、あとですね、本の中で架空の君に意義ありという曲があるとします、はい、みたいな形で第1版の時から書いていたんですけど、はい、第2版のリリースに合わせて実際に曲を作ってみましたので。本当ですか。そうなんです、はい、この書籍のテーマソングということで作ってみました、はい、MV などもありますので、それもよろしければチェックしていただければと思います、はい、こちら書籍の販売リンクの方と楽曲の MV のリンクの方を概要欄に記載していますので、こちら気になった方はぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。今回4月分ということで、はい、新製品紹介、はい、あと高木先生のですね書籍のご紹介させていただきましたけど、はい、何か気になった製品ありました今回。そうですね、どれも気になったんですけど、どれもワンノブだったりみたいな感じで使いやすい印象がありましたね、はい、DTM 界隈は誰でも使えるってのが売りになってきてるんじゃないかな、そういう製品が人気なのかなって。そうですね、増えてきていますよね、はい、感じしますよね、はい、で全て、今回ご紹介した製品はこちらも概要欄に記載してますので、はい、気になった方ぜひ触ってみていただければなと思います。またこの番組では番組スポンサーの方随時募集してますので、紹介したい新製品などございましたらぜひこの概要欄からですねお申し込みいただければと思います。では高木先生、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。とても楽しかったです。 かっこいい曲まで作っていただきまして、デモ曲、はい、また機会ありましたらぜひご出演いただければ嬉しいです。ぜひまた呼んでください、はいはい、では今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。